はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回の広州滞在もあと数日、あと2日となりました。あ、今日25日か。本日は写真撮影代行会社を撮影してくるというのが一つの目的でした。その映像を収めてまいりましたので、ぜひご覧いただければなと思います。はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。本日は写真撮影代行会社を撮影してくるという目的のもと、ボタニカルガーデン植物園駅というところに来ました。結構遠いんですよね。電車だと1本で来れるんですけど、時間が1時間ぐらいかかります。で、この駅を降りてあと15分ぐらい歩いたところに撮影所があるってんで、これから行ってきたいと思います。ここでアテンドの人と待ち合わせをしてから行ってきます。っていうのも、そこの撮影所のセールスマネージャーの人が中国語しか話せないというので、ちょっと自分も通訳の人が必要だということで、急遽お願いして来てもらうことになりました。実際の撮影現場だとか撮影の風景とかも収められたらいいなとは思ってるんですけれども、何せ商品が生徒さんだけに限定で公開する商品かもしれないので、そこら辺モザイクかかってたらご了承ください。ではちょっと行ってまいります。こんな場所です。行ってきます。15分ぐらい駅から歩くとこちらのゲートにたどり着きます。入り口に警備員の方がいて、スイカみたいなものをピッてやらないとこの先には行けない、要するに高級団地みたいなところがあるんですが、この高級団地の中のあるビルの1階全部を撮影業者が買い取って今経営しているということで、早速入っていったらもうすでに衣服の撮影を行っていたので、ここちょっと撮っていいですかっていうことで、今回こちらの衣服の撮影現場から撮影させていただきました。今回こちらで撮りためてきた映像が結構長くなってしまうので、前半と後半で分けさせてください。前半は今ご覧いただいている、まあ、すでに注文のあった撮影の商品の撮影現場と、あとはいろいろな部屋があります。トルソーが置いてあったりだとか、モデル撮影用のリビングを再現したような場所があったりだとか、小物が置いてあったりだとか、そういったどういった備品というか設備があるのかっていう映像と、あとは実際白人のモデルの方、どんな方を手配できるのかとか、金額はどうだったのかっていうことをいろいろと話し合ってきましたので、その話し合いをしている様子を前半でお伝えさせていただき、後半では私が実際にパッと広州で買い付けてきて持ち寄った持参した商品の撮影の様子っていうのをお見せしたいと思います。はい、画面切り替わりまして、こちら中央のエリアになります。なんか随分雑然としてるなって思ったかもしれないですが、実はほぼ全体的に現在拡張並びに改装工事中なんですね。セールスマネージャーの方も1ヶ月後来てくださればもうちょっと整ってるんですけどねっておっしゃっていたんですが、またね、こちら講師を訪れる機会あったらどうなっているのか足を運んで撮影してこようと思います。では一度ナレーションは止めさせていただいて、実際にモデル撮影についてのやり取りをお届けします。モデル、你可以按这个按这个键它会啊好的好的谢谢你不是要拍吗啊これは全部对这个上面有身高这些他的个人信息都在上面個人情報が書いてます啊这个广州的モデル对哦人在广州，但是他现在在广州。现在在广州，对。え、すごいですね。思ったよりもモデルがいっぱいです。うん、あのクオリティがすごい高い。こっちの人すごい高級感。高級感あります。あの昔は深圳でモデル探したんですけど、深圳よりも。モデルが多い。あの下着のモデルはやっぱり高いですか。あ、就是我是穿内衣的那些的话会比较贵吗？对对。ですよね。对对。Yes。明白了，明白了。ですよ。そうそうそう。哦，对，还有一个就是像这种外景的，啊，外景你们应该不用拍是吧？外の写真は知らないよね。あ、うん、
いらないです、ね、室内だけね。そうですね。え、外の撮影もやってますか？これも広州で撮影しました。あ、就是你们那外景也是在广州市市内拍的。うん、对。おお。あ、有一些会去基地、有一些会去野外啊、那些公园什么的。あ、これ全部室内。うん、基地。あ、これここにあるんですか？チャリーは。是在这附近吗？我们公司有一个家居的场景，我可以给你看一下。違うところです。一応室内だけど、そういうふうに綺麗に内装してるところ。あ、なるほど。撮影のために。そう、下着のモデルは高いんですよね。やる人少ないから。じゃあ、我手机上没有。一会儿可以带你们直接去看，就在旁边。这是我们自己的。啊，ありがとうございます。对啊，因为如果是那个的话，如果是用我们的那个场景的话，就不需要不要考。我的 sales manager， 我们的 sales manager， 什么意思？啊，这是那个给我们介绍的这个经理。啊。こんな感じで終始和やかにというか、久しぶりに友達に会ったような感覚で楽しく話をすることができました。とはいえもちろん商談は商談なので、そこら辺はしっかり、あ、うちの秘書役がふざけてカットインしてきましたけど、商談は商談なのでそこら辺はしっかりと話し合いを行ってきました。で、これからなんですけれども、全体的にどんな部屋があるのかっていうのを一つ一つ紹介してもらっている映像です。まずはですね、ちょっといろいろな道具がここに今まとめてしまってあるんで、こういった雑然とした部屋が完成図ではないんですけど、あ、ワンちゃんのぬいぐるみ立てまして、今こちらに置いてあるのがですね、いろいろな小物、あ、大道具とか小道具関係ですね。で、このガラス越し向こう側に見える結構広々とした部屋がオフィスになる予定の部屋だということでした。こんな感じでもう本当に広いんですよ。このワンフロアを借りたんじゃなくて買ったっていうんだからすごいなって思いましたね。小物とすればお皿フォークだとか机、あと大道具とすればベッドだとか、あとはキッチン、洗濯機もありますし、こういったいろいろなシーンに合わせて、ご自身の商品に合わせてシーンを決めて、例えばこのエプロンを商材として扱う方であれば、このキッチンの前にモデルさんに立っていただいて撮影するなんてこともできるという環境なんですよ。だから本当にね、1ヶ月後が楽しみで楽しみで、またここ来るだろうなって思います。どうなってるのかってことで。というわけで前半戦は、私のナレーションはここまでになります。最後に先ほどのモデル写真について、モデル撮影について話し合っている、まあ、商談というか話し合いの続きの映像を音声付きでご覧いただければなと思います。後半戦も近々アップしますので、ぜひお楽しみに。では失礼いたします。在外国，如果从今以后的话，都是直接是网上交易说就可以了，因为他们也不可能能经常过来。嗯，因为我们通常拍这些产，特别是拍产品，我的建议就是第一次拍摄的时候，你们最好就来一个人，现场确定效果。就像我们刚刚你们也有去我们的影棚看，我们影棚是一台机器配一台电脑。拍摄出来的产品，拍摄出来的图片直接会传到电脑上，你现场就可以看到效果。第一次我的建议是过来 看一下，然后以后如果咱们合作开了的话，那就可以说，哎，你们直接把产品寄过来，然后，我们就直接拍。对。もしこれからその撮影のこと決めたら、やっぱり最初の時は、なんか義務として誰か一緒に行った方がいいですね。だって設営する時にパソコンのつながってて、すぐ計画見れるから。だから誰もいなかったら。どんなやつが欲しいのかまだその経験がないのであまりわからないでしょう。OKOK。わかりました。最初の撮影の時に、で慣れたからこれからは大体こういう感じのが欲しいねって言ってたら。わかりました。OK。なんか早く。ビデオです。ビデオ。ビデオ。给你合个影。有，いる？嗯，あ、そう。そうそう。OK。そう、ありがとうございます。谢谢。可以啦。可以。我都不知道什么时候搬的。
来着？哦哦，视频啊 ，video 就是视频。对对对，视频。